皆さんこんにちは、賃貸のまさきです。本日は JR 大和小泉駅のすぐ近くにありますシャルメマノワールのお部屋のご紹介になります。こちらのお部屋は南向きのなっておりまして、新婚さんやカップルさんにおすすめの明るく楽しく過ごしていただけるお部屋になっています。まずこちらがインターホンになりまして、お友達が来た時にはいもしもしと出ることができるようになっています。そしてこちらの方がキッチンになっておりまして、キッチンはご覧の通りこのように広々としたシンク、調理場、ガスコンロ置き場がありまして、上にも下にもたくさん収納できるようになっています。こちらの方にはリモコン給湯がありますね。そしてこちらのガスなんですが、こちらの物件都市ガスを使用しておりますので、通常のプロパンガスよりもぐっと火を抑えることができるようになっております。お得ですね。そしてこちら皆さん可愛いと思いませんか？こちらヨーロッパ風の可愛いアクセントクロスを貼っていました。私のおすすめの壁紙になっています。それではこちら様子の方へ行ってみましょう。まずはこちらが1つ目の様子になります。プライベートルームとしてご使用していただけるようなちょうど良いサイズのお部屋になっておりまして、こちらにはこのように奥行きのあるクローゼットもございます。そしてこちらの洋室からはバルコニーに出ることができるようになっておりまして、一度こちら出てみましょう。こちらがご覧のようにゆったり広々としたバルコニーになっておりまして、そしてこちらのバルコニーからもう一つの洋室に入ることができます。こちらが2つ目の洋室になります。こちらの部屋はご覧のように広々としたお部屋になっておりまして、こちらの方には1軒の収納もございます。収納力バッチリですね。続いてトイレの方へ行ってみましょう。こちらトイレの方へ行く前に先に洗面所の方をご案内します。こちらがゆったりとしたシャンプードレッサーになっておりまして、そしてこちらが室内洗濯置き場、そしてこちらがお風呂になります。こちらは換気扇付きの使いやすいお風呂になっていますね。それではトイレの方へ移りましょう。こちらが洋式のトイレになっています。棚がついているのでちょっとしたものも置いていただけますね。そしてコンセントがあるのでウォシュレットの取り付けもすぐにしていただけます。そして最後にこちらが玄関部分になります。ご覧のようにとっても広々とした玄関になっていて、靴箱などもこちらの方に置いていただけますね。以上でご案内を終了させていただきます。いかがでしたか？まだまだ魅力をご案内したいのですが、詳しいことは賃貸のまさきホームページでご確認くださいませ。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援しております。ご視聴ありがとうございました。